ウペンドラヤーダブウペンドラヤーダブは、ネパールの政治家。プラチャンダ内閣の外相。地域政党、マデシ人権フォーラムのコーディネーター。政権議会議員。前外相。ネパール南部、マデシの自治権拡大、連邦制の確立などを訴え、激しい運動を展開してきた。元ネパール統一共産党、ネパール共産党、毛沢党主義派党員。 細長いマデシ地方を一つの自治区にする、一つのマデシを、主張、賛否両論が分かれている。2008年4月10日の政権議会選挙では、当時のコイララ首相の娘、スジャータが立候補していた、モラン軍第五小選挙区に立候補し、大差をつけて当選。この政権議会選挙で、マデシ人権フォーラムは52議席を獲得、第4党となり、 他のマデシ系政党と共に多党乱立する政権議会内で無視できない影響力を持った。5月28日の第1回政権議会では連邦共和制の採択に賛成した。政権議会で主張が通らないと議事妨害に訴えている。2008年7月の大統領選挙では初め、毛沢東主義派のオス、マデシ出身のラムラジャ・プラサドシンを コーラムの立てた独自の副大統領候補をケハが支持することを条件に支持するとしたが、毛波がこれに従わなかったとして、指示を取り消し、ネパール会議派のオスを同じくマデシ出身のラームバラン、ヤーダブの指示に回り、その代わり副大統領候補、パラマーナンダジャーを会議派と統一共産党に押してもらった。最終的に両者とも当選し、毛波は面目を失った。 8月15日の首相選挙では逆に、統一共産党と共に敬派のプラチャンダを当選させ、連立与党となり、自らも外務大臣に就任した。ありがとうございます。